ルイ・ジュカリンは、日本城代の歌集。山上オクラチョ、あるいは編参家。成立年代不明。全七巻と想定される。政子内心の、絵合わせ、和歌現在書目録、袋蔵史など、鎌倉時代以前の文献にその名が見えるが、現存しない。和歌現在書目録には、在病動員法像とあり、平安時代末期までは存在していたとされる。 武田祐吉は、焦燥院員文書、写しし雑書長に、6月3日雷カリン七巻とあり、歌林が、類似ジュカリンと、類似する点を指摘した。その後、様々な説が提起されたが、類似ジュカリンは、山上奥良が、闘牛事項の頃に編纂したとする説が、類似ジュカリンの動機と条件が、よく説明できるため、通説化している。 その一部が、万葉集巻1、巻2、及び巻9の9箇所に惹かれている。歌のほとんどは行行関係下であり、歌を内容や主題によって多様に分類していたとは考えにくく、行行などという大項目で、いくつかに分類し、行行地別の時代順に歌を配列していた点、行行先が、いよ、きー、おうといった、除名。 公玉天皇に関連する土地に限られ、両天皇が特別な位置づけに置かれている、天、大師と、ルイジュカリンとの間に、作者遺伝が生じており、初期万葉における、宮廷下の作者を天皇に託す傾向が見られる点に、特徴がある。ありがとうございます。